最強の座を競う春の天皇賞。伝統の一戦を制したのは去年の優勝馬フェノーメノ。手綱を取ったのは連熟の時を迎えた海老名正義騎手。まあ枠順もいいところを引いてたですし、まあうまいこと内側に入っていい形で引き合いつけられたかなっていうところだと思います。やっぱり九州の方々が頑張ってここまで戻してくれたっていうところが一番だと思います、はい、見事天皇賞連覇の偉業を成し遂げた海老名騎手。これでこの春皐月賞に続く G1 2勝目の活躍ぶり。いやー運がいいなというだけですね、はい、やっぱり馬もそうですし、まあ厩舎だけじゃなくて牧場の方々、たくさんの方々が、まあ、馬主さんだとかそういう方々の運ももらいながら、やっぱりまあうまいこと、いけてるのかなと思いますけどね。決しておごることのないベテラン海老名騎手が今日のメインプリンシパルステークスで騎乗するのは海老名騎手自身の手綱さばきで2連勝中のキネオペガサスだ。馬も非常にこういい感じできているというふうに聞いてますし、やっぱりダービーっていうやっぱりレースはね、ちょっとやっぱり別格なんでね、なんとかそこの舞台に上げてあげられたらいいなというところで乗りたいなと思ってますよね、はい、さあ今日も熟練の腕に注目だ。